オナガササキリは、バッタ、メキリギリス科の昆虫。和名は、尾の長いササキリの意味。メスの長い産卵管を尾に見立けて,ている。オスの微妙も、多種よりやや長いが、それほど目立たない。日本のササキリ族の中では最も大型。体長20から23ミリメートル。別名大オオササキリ。体色は、緑で、部分的に褐色になることはあっても、全身褐色になるのは稀である。 羽は薄い褐色で模様などは特にない。産卵管は赤褐色を帯び非常に長く体長とほぼ同じ長さ。日当たりの良いススキやチガやなどのイネ科の多年生草本が生えたところを主に住みかとする。稀に竹林、笹原にいる。ただし笹切りと異なり日当たりの良い場所に限られる。昼間、しりりしりりと比較的大きな声で鳴くが、 鳴き声自体が地味なため気づかないことも多い。夜間や気温の低い日はテンポがゆっくりになり、鳴き声が変わって聞こえる。分布は東北南部以南。6月頃可し8月頃浮か、成虫になる。キリギリス化の番化発生型の多種同様飼育下では年を越すこともある。他の草原性の笹切りと異なり弱霊幼虫は褐色で滋賀が目立つ頃に緑となる。 その頃メスの微単には産卵管が目立つようになる。佐々木リ族中最も大きな体を持つだけでなく、オスの発音機も大きい。反面羽は腹部より長いもののほとんど飛翔しない。オスの発音機が発達したキリギリス状化の虫は、しばしば飛翔が犠牲になるケースがある。発音器そのものが飛翔の妨げになるばかりか。 発音効率を高めるために羽自体も変形しているからである。カやキリやクツワムシエゾツユムシなどのオスもその傾向が見られる。また他のササキリ族と比べて長羽型になる確率が低い。また跳躍力こそ強いものの逃げ足もやや鈍い。そのため草刈りなどの影響に最も弱いササキリである。本種が多い環境は自然度が高く、 そのため自然度を知る目安となる生き物の一つである。メスは長い産卵管で稲科植物の根元に産卵する。そのまま越冬して翌年6月頃孵化する。主に稲科植物を食草としているが飼育下では野菜や果物などもよく食べる。また動物質もよく食べる。ありがとうございます。